皆さんこんにちは。 H ラボ COO の高田修太です。突然ですが皆さんに質問です。皆さんにとって普通って何ですか？普通って言葉を聞いたときにどういうイメージを持たれますか？ちょっと考えてみてください。どうでしょうか？大多数の人の意見だとか大多数の人が持っている常識ってものを普通って考えた人もいらっしゃるかもしれません。では別の質問にしてみましょう。あなたは普通ですか？ちょっと困っちゃったかもしれないですね。でも大丈夫です。今の困るのが普通なんで。さっきからこいつは一体何の質問をしてんだとそう思った方もいらっしゃるかもしれません。ですがこの普通という言葉が今日僕が皆さんにお話ししたいトークのテーマになります。ちょっとだけ自分の話をさせてください。高校生の時僕は勉強もまあまあ真面目にやって、運動会とか文化祭とかそういった学校行事にむちゃくちゃ力を入れていた、まあ普通の高校生でした。そんな僕に親が一言こう言ったんですね。留学してみたら、シューター。そこでまあ多分ほんと 0.1 秒ぐらいで僕言ったんですよ。なことするわけねえじゃんって。まあ高校生の時なんで汚い言葉遣いを許してください。でも本当はその時僕はやっぱり怖かったんですよね。英語はやっぱ全然喋れない。僕は中学3年生の時にアメリカに初めてちょっと行かせてもらって、でもその時にウォーターっていう単語が通じなくて、水が売店で買えなくて喉渇いて死にそうになった。それがもうトラウマになってて、ましてや自分の高校で1年留学する人なんて誰もいませんでした。行かない理由なんて本当いっぱいありますよ。むちゃくちゃ頑張ってた学校行事を留学したら一回スキップしなきゃいけないし、大学受験どうすんだとか。だから留学するってことは普通のことじゃなかったんです。だから僕は高校生の時に留学はしませんでした。大学に入って、まあ、1年生の時は手品のサークルに入って、まあ、手品の練習に明け暮れてました。適度に勉強もして、まあ、いわゆるこれの時も普通の大学生でした。そんな時たまたま高校時代からお世話になってた先輩とばったり出会って立ち話してたらこんなこと言われたんです。日米学生会議って知ってる？参加してみたら？この日米学生会議っていうのは、日米の大学生が70名ほどですね、1ヶ月間旅をしながら社会問題について英語で議論する学生団体です。出ました、英語です。英語、僕にとってのトラウマ。さっきも言ったように水が通じなくて買えなくて、留学も言い訳していかなくて、だから日米学生会議っていったものに参加するのは僕にとっては普通のことじゃなかったんですよ。だから行くわけないじゃんって思った時に先輩言ったんですよね。僕もこの夏参加してさ、すっごい楽しかったんだよね。え、先輩も参加したんだ。いや確かに優秀な先輩なんですよ。でも帰国子女でもなくて、まあ普通の先輩というか、いやいや優秀なんですよ、なんですけど普通の先輩なんです。だからあの先輩でもできたんだから俺も参加したら楽しめんじゃね、できんじゃねって思ったんですよ。まあ、もう一度言いますけど、めっちゃ優秀な先輩です、尊敬してます。日米学生会議に参加するってことは普通じゃない。英語ペラペラな人だとか議論得意な人とか自分とは違う特別な人が参加するものだと思っていました。でも気づいたらその年僕は日米学生会議に参加していて、その翌年なぜかアメリカに留学してたんです。英語を使ったり留学するってことが僕にとって普通のことにいつの間にかなっていたんです。もう一つエピソードをシェアさせてください。その日米学生会議で出会った友達がある日、日本の教育の課題を解決したいからハーバードとか、まあ、とにかく世界中の大学生を日本に連れてきて日本の高校生に1週間ぐらいのサマースクールをやりたいって相談してきたんです。最初聞いた時はいやいや無理っしょ、普通に考えてそんなんできるわけないじゃん、どんだけお金が必要でどんだけ人手伝ってもらわなきゃいけないんだ、とにかくそんなこと思いました。またできない理由探してるんですね。ただそのアイデアは本当に素晴らしくって、その彼は当然できるしやれるっしょみたいな、そんなスタンスで話してくるんですよ。なんかそうすると仲間で話してると
なんか俺らできんじゃねこれってどんどん思って、そんな気がしてきたんです。これが実は今僕が仕事にしている H ラボ、この活動の始まりで、その相談してきた友人が一緒に H ラボを始めた小林です。最初は大学生同士の何の気ない普通の会話から始まったんです。確かにアイデアは斬新で、まあ当時普通なものではありませんでした。けどみんなで話してるうちに、なんかそのアイデアが普通なことに思えてきて、気づいたら、まあ、お金がないって思ったら、じゃあ企業に頭下げてお金を出していただいたりとか、場所がないってなったら都内の旅館、まあとりあえず貸し切りにしてくださいお願いしますって言って頭下げて、まあお金ないんですけど、その時当時は自分たちは絶対できるって思い込んでたんで、それをやる、実施するってことが普通のことで当たり前のことだったんです。おかげでそのサマースクールが今10年続いてるんですよね。はじめに僕は皆さんに、あなたは普通ですかと問いかけさせてもらいました。実はこの質問は僕をずっと苦しめてきたものなんです。僕は普通であることが本当にコンプレックスだった。それなんでかっていうと、まあ、高校までは、まあ、例えば偏差値のような分かりやすい指標を、まあ、目標にして勉強してればよかったし、それが正しいことって言われて、まあ、決まった答えがあるテストを受けて丸をたくさんもらって、それでいい点数を取るとか、それができることが素晴らしい、それを目指すのが普通だと、そんな価値観を暗黙のうちに植え付けられて、それが当たり前で疑問を持つことすらなかったんです。けど高校を出るとこれまでと違うメッセージが社会にあふれてるんですよね。やれ個性を伸ばせだ、突出した人材になるとか、いや何それって感じですよね。他の人と同じ尺度で頑張ってきて、同じようなことしてきて、それで評価されてた自分って、いや普通なのみたいな、じゃあその普通がダメなのみたいな、そこで急に普通な自分っていうものにコンプレックスを抱き始めるんです。皆さんの中にももしかしたら同じような経験がある人いらっしゃるんじゃないでしょうか。高校出た瞬間、意欲的になれだ、主体的になれだとか、そういう人間でありなさいって言われて、急に今までと逆のこと言われてる感じになるんですよね。もしかして就活してる大学生の方いらっしゃれば、こういうこと言われるかもしれません。画一的で普通の人材は求めてませんみたいな。僕思うんですけど、誰しもこう自分の中に光るものとか輝くもの、そういうものがありたいって思っているはずなんですよ。自分には才能があって、何か将来やり遂げられるはずだとか、達成できるはずだっていうのが根底にある思いだと思うんです。つまり他の人に埋もれる普通の人じゃない、こう何者かになりたい、そういったのが根源的な欲求なのかもしれません。そういう人って結構多いんじゃないですかね。多分今日このトーク聞いてくれてるあなたはこっち側の人間だと思ってます。勝手に。どうでしょう、違ったらすみません。で、皆さんが気になるのは、どうやったら普通じゃなくなることができるのか、それが今日の僕のトークのテーマです。気になりますよね。その答えは、そんなことはできない。あなたはずっと普通なんです。ただその普通はアップデートしていくことができるんです。いや、どういうことって今ちょっと思った方いらっしゃるかもしれませんね。先ほど僕が皆さんにお話したエピソードがちょっとしたヒントになります。一つ目は、先輩の影響で日米学生会議に参加して留学したり、まあ、そういったことするようになった話。二つ目は、世界中の大学生を集めて高校生向けのサマースクール H ラボを一から作り上げた話です。この2つのエピソードにおいて、僕はずっと普通です。いや、何言ってんねんって感じかもしれませんが、これから話すこと言ったらちょっとわかると思います。でもその普通の中でも明確に変化が起きてるんですよね。それ何かっていう話です。一つ目は、英語を使ったりアメリカに行ったりすること自体、もともと自分には抵抗感があって、まあトラウマだったわけで、それはそういったことをするのは普通じゃないって思ってた自分が、今では当たり前のように英語も使ってアメリカも行くようになって、つまりそれが普通のことになりました。二つ目は、前例がなくできっこないって思ったサマースクールが、もうなんか気づいたら10年続いてるわけですね。今では毎年開催していて、これがもう僕にとっての普通になってるんですよ。つまり自分の中における普通ってのがアップデートされたと、
そんなことになるんです。どうやってこの普通がアップデートされてたかちょっと思い出してみてください。それは全部人と話したっていうところなんですよね。例えば日米学生会議の例は、先輩と話して、まあ、生意気にも、いやあの先輩できんだから俺もやれんじゃねえかと、まあ、思って、まあ、踏み出してみたわけです。サマースクールは友達と青臭い話してるうちに、いやなんか自分らにもできんじゃないかな、そう思って、まあ、必死でやってみた。いずれも最初は自分にとってできない、普通じゃないって思ってたことが、身近な他者、身近ってところがポイントなんですが、身近な他者の影響でこれできんじゃねって思ったし、行動に移すことができたんです。身近にいる自分と違う他者との対話を通じて、自分の中の普通っていうものがアップデートされたということになります。僕はこれをピアメンタリングと呼んでいます。ピアっていうのは仲間とか同僚とかそういった意味で、身近な他者を示します。お互いに助言したり応援し合ったりする関係、まあ、つまりメンターでありメンティーである、まあ、そういった関係性でお互いの気づきを促して普通っていうのをアップデートしていくんです。ちょっと想像してみてください。例えば、じゃあ日本の総理大臣が、いや僕留学して人生変わったよ、皆さんもぜひ留学してくださいって言ったとしましょう。それってでも心のどこかでは、いやいや首相になるようなあなただからできたんでしょとか、いやあなただから成功したんでしょ、まあそう思っちゃいますよね。けどそれがもし身近な友達とか、まあ、会社の同僚とか、そういうのだったらどうでしょうか。まず多分その人の話に耳を傾けるし、こいつにできたんだったら俺にもできんじゃねって思っちゃいませんか。偉人や成功者の話っていうのも、まあ、すっごい学びがあるし、すごい大事なことです。ですが自分の中の普通ってものをアップデートして自ら行動に移していくには、やっぱり一番影響力があるのは身近にある多様な他者なんです。そこから学ぶことが大事なんです。そしてここからはもう一個大事なこと、この中でこのプロセスを通じてアップデートされた普通っていうのは、最初はあなたの友人が持っていた普通で、それがいつの間にかあなたの普通になってます。で、多分またこの誰かの普通になっていくんですよね。こうやって普通っていうのはどんどんアップデートされながら伝播していくんですよ。それが社会全体の普通になっていくんです。思い返してみれば、さっきの留学の話、僕の高校では当時留学をする人はほぼいませんでした。なんですけど、この前母校に帰ってちょっと聞いてみたら、最近かなり多くの人が留学するらしいんですよ。もう僕が、その当時の僕がね、留学するなんて普通じゃないって言ってたのは逆にちょっとおかしいぐらいで、この10年ちょっとの間に留学する人は徐々に増えていって、今では母校の生徒たちにとっては留学するってのは当たり前、学校全体の普通ってのがアップデートされたことになるんです。つまり、まあ、時にこの個人の普通っていうもののアップデートが社会の普通ってものをアップデートして、もしかしたらイノベーションを起こすきっかけになるかもしれない、僕はそう思っています。ただその第一歩っていうのは、やっぱり身近な多様な他者との対話でしょう。なんか対話してる時に、こいつのアイデア普通じゃねえなとか、これ普通じゃねえぞって思ったら、あなたの普通をアップデートするチャンスです。拒否するんじゃない、これこそが学びの機会なんです。そういった他者との対話を通じて学び合うこと、すごい大事で、このピアメンタリングっていうのを生み出していくために、今こう実際僕が撮っている収録している下北沢は130人ぐらい入る寮を作りました。ここで毎日共に暮らし、共に学ぶ、そういった空間を作っています。大学生とか、まあ、社会人というのが共に住んで、対応を通じる自分の中の普通をアップデートしていって、最終的に自ら行動に移していく、そんな支援を今僕は仕事としてやっています。さて、僕は TEDx の他の登壇者の方と違って、まあ、ぶっちゃけなんかすでにすごいことを成し遂げてたりとか、なんか大成功したとか、まあ、そういったわけでもないし、有名だったわけでもありません。さっきも言ったように普通であることがコンプレックスだった、まあそんなやつです。ただそんな僕にも一つ他の人に負けない自信があるところがあります。それが、自分にはないことができる人とか、自分にはない強みを持った人に出会った時に推しを請う、まあそういったところですね。ここだけは自信あるんです。例えば、まあ、さっきの留学、日米学生会議の先輩、あの先輩にできたんだから
俺もできんじゃねって思った瞬間、もう何でもかんでも聞きましたね、まあ、留学の話とか英語の話とか。こうやってやっぱりいつでも学びのアンテナを立てておくこと、そうするとやっぱり身近な他者から学ぶことができて、最終的には自分の中の普通をアップデートしていくことができるんじゃないかなと、そう思っています。あともう一個おすすめな、まあ、自分に対して投げかける質問があります。それはあの人だったらどう考えるかというものです。やっぱり留学、日米学生会議に関しても、あの先輩だったらどうなのか、あの先輩にとっては留学、日米学生会議に参加することは普通だったわけですよね。やっぱりその人の中にどういうふうに捉えてるかっていうのを考えてみると、多分その人にとっては普通だってことに気づけるはずです。いやだからまあいろいろ喋ったんですけど、いやマジで TEDx なんて聞かなくていいんですよ。だからね、すごい実績を残した人の話とか、まあ、僕みたいな、なんだろう、まあ、ちょっと距離がある人の話聞くよりも、いつも会ってる友達とか、まあ、クラスメートとか、まあ、会社の同僚と、まあ、今日見たテレビの話とかじゃなくて、まあ、将来の話とか、なんかお互いの普通を確かめ合う、まあ、そんな会話、対話をぜひしてほしいんですね。それが本当に大事なんです。だから、まあ、ちょっとこう今動画早くね切ってですね、もう友達とズーム飲みでもしてください。それが皆さんの学びになるんです。でズーム飲みだったらコロナの自粛でもできますからね。これコロナで言い訳できないんですよ。なのでさっさとこの動画を切って飲みに行ってください。ぜひピアとの対話を全力で楽しんで、皆さんの中の普通をアップデートして行動に移していってください。ご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。